はい、難しさが伝わらない。どうして難しいのかっていうのは、質問されなくても答えないといけない。何を面接官に分からすかっていうと、自分のやった行為がすごく難しくて大変なことだって分からそうじゃん。そうだよね。そうするとね、今日の面接で一番いけないところは何かっていうと、自分で話を作ってってないんだよ。最初面接を始めた時点とやってる途中とで印象が何も変わらないっていうのは、これ最悪の面接なんだよ。この場合確実に落ちるんだよ、こんにちは。出会いの就活チャンネルの清水です。今日はですね、好評の面接シリーズ、早稲田大学の遠藤さんに来ていただいてですね、今日は学知課を出していただいたのをもとにですね、やらさせていただきます。あ、その前に一つ宣伝なんですけども、年末にですね、LINE のですね、オープンチャットを開設させていただいてて、この後ですね、皆さん面接とか、ES の添削のご希望の方は、こちらでしか募集しないんで、ぜひ皆さんもですね、オープンチャットにお申し込みいただければと思います。遠藤さん、準備万端？頑張ります。頑張ります。はい、じゃあ時間はね、大体20分ぐらいで面接をさせていただいて、その後で解説という形で、事前に遠藤さんに出していただいた学知課をもとにやらさせていただきます。そんなんでいいですよね。はい。はい、じゃあそれでは開始します。じゃあよろしくお願いします。お願いします。そしたら遠藤さんに学知課を出していただいてる、これちょっと従ってお話を聞かせていただきたいんですけど、はい、これあれですよね、フランスで自ら立ち上げた留学生と現地生との交流会企画って書いてあるんですけど、これは大学何年の時に行ったの？はい、これは大学2年生の9月からで、まあ、コロナの影響で少し短くなってしまったんですけど、3年生の4月に帰ってきました。じゃあ半年ぐらいか。そうですね。これフランスを選んだ理由は何かあるんですか？はい、もともと私が生まれたのがイギリスで、中国でも暮らした経験があったので、まあ、英語と中国語はできるんですけど、まあ、新しい言語にも挑戦し、また今まで暮らしたことないところでも暮らしてみたいと考え、フランスを選びました。ということはフランス語は喋れない？そうですね、行った当初は喋れなかったんですけど、フランスで身につけました。これじゃあフランスの、いわゆる留学生だから、どっか大学ですか？はい、そうです。授業は何語でやるの？授業は英語とフランス語の半分半分です。あ、半分半分。フランス語の授業ってついていけるの？はい、フランス語の授業は、留学生同士で協力したり、フランス人の友人に助けてもらったりしながら乗り越えました。なるほどね。これでね、ここ書かれてる現地生、留学生と現地生との交流企画を運営したっていう形なんですけど、はい、そのあなたたちの留学の仕掛けがちょっとよくわからないんで、少し状況を説明してもらっていいかしら？はい、私たちは交換留学っていう形で留学したんですけど、基本的に私が国際寮に入っていたため、結構留学生同士で固まってしまうことが多く、あんまりフランス人の現地の学生との交流が少ないことを課題に感じて、交流会を企画運営することにしました。これちなみに交換留学の仕掛けで、その現地のフランスの大学に行かれてたと思うんですけど、はい、大体どういう仕掛けになってるんですか？これはフランス人の人も大学に行ってる？そうですね、はい、フランス人の大学に、私たちが留学生っていう形で授業も一緒に受けるっていう形です。どのくらい、いわゆる、フランス人から見た留学生がどのくらいの比率でいるの？学部にもよると思うんですけど、私の学部では、フランス人が8割で留学生が2割っていう形でした。あ、そういう感じなのね。はい。で、これ具体的にこのやった活動なんですけど、これをちょっと細かく、はい、ご説明いただけますかね？はい、私があまり交流できなかったっていうことで企画運営しようと思ったんですけど、やろうと思った時に、寮の留学生にも声をかけて、最終的には7人のメンバーを集めて一緒にやってたんですけど、そこから知り合いのフランス人に声をかけてもらったりして、友人の友人という形で最初は来てもらう参加者を募ってやってました。うん、これなんでさ、さっきも言ったように現地の人とあんまりやっぱ接点がないんだ？そうですね、基本的には国際寮で友人ができてしまうことが多いので、そこと一緒に行動してるとあんまり外部には広がらないっていう形の、学生が多かったです。それはなんでその現地の人たちとそんなに接点を取りたいと思ったの？私は最初の目的としてフランス人と交流してフランス語を身につけたいっていう部分があったので、やっぱりフランス人と話したいっていうところと、あと留学に行った目的が、新しいことに挑戦しようっていうところだったので、
フランス人の友人が今までいたことがなかったので、そういう新しいことを吸収するためにもフランス人と交流したいと考えてました。うん、これ実際に どんな国の人と7人のメンバーだったの？はい、メンバーは日本人の私と、あとイタリア人と中国人と、あとイギリス人でした。じゃああなた以外は何、みんな2人ぐらいずつなの？そうですね、はい。で、実際にはこの7人、なんとなく集まったメンバー？そうですね、寮で、私が最初に仲良くしていたのがイギリス人の子で、その子と2人で最初は始めてたんですけど、やっぱり2人だと少し限界があるっていうところで、メンバーを増やしたいよねって話をしたときに、国際寮に掲示板があって、そこにメンバー募ってますっていうことを載せて、そこで応募してもらったのがその他の学生です。あ、なるほどね。それで具体的に どんな活動をその7人で始めたの？はい、まあ、最初はみんないろいろ食べ物とか飲み物はそれぞれ持ち寄って本当に交流したり喋ったりっていう形だったんですけど、エントリーシートにも書かせていただいたように、だんだんそれがマンネリ化してしまっていて、メンバーのやる気がなくなってしまったので、その後は本格的なパーティーとして、まあ来ていただく参加者にその国の食べ物を持ってきてもらうイベントだったり、あとハロウィンの時にはみんなで仮装したり、クリスマスの時にはみんなでクリスマスっぽい格好をしたりっていう形でいろいろなイベントを行っていました。これは具体的にどのくらいの規模でどんなイベントをやってたの？はい、最初の参加者はだいたい少ない数から始めて、最初の時同じ、食べ物を持ち寄って飲み物を持ち寄ってっていう形でやっていた時にはだいたい20人ほどまでしか集まらなかったんですけど、まあ、その後企画運営のやり方を見直した後にはだいたい30人ほど来ていただくイベントを作ることができました。それは、場所を借りてやってたの？そうですね、私の国際寮の下に勉強スペースがあるんですけど、そこは予約すれば使えるっていう形だったので、そこを使ったり、まあ、大きくハロウィンだったりクリスマスをやるときには外部のパーティーをする会場みたいなところを借りてました。で、実際にそのみんなで何かこの集める企画をするときに何が一番大変だったんですかね？一番大変だったことはやはり最初の初期の頃は来るメンバーがまちまちだったり、意思の疎通があんまりできてなかったので、そこにみんなで共通意識を持つっていうことが大変でした。もう少し具体的に言うとどういう感じですかね？はい、最初の頃は何人か本当に最初はやりたかったんだけど、だんだんもうそんなにやる気がないっていう形になってしまっていたので、会議とかにも全然来なかったんですけど、私はできる限り参加してもらおうと一人一人に役割を与えてたので、そこがあんまりできてなかったり、こういう食べ物を買ってきてねっていう話も買ってこなかったりっていうことがあったので、そこをまあやってもらう、強制的にではなくできる限り自分でやってもらうっていう形を取りたかったので、そこが難しかったです。もう一回ちょっと教えてほしいんだけど、これもともと7人ぐらいのメンバーで、その、はい、いろんな人に声をかけてみんなで交流会をやるんだと思うんですけど、はい、何が一番難しいんだっけこれ？まあ、それぞれみんなバックグラウンドとかも違うので、私は結構日本人で真面目な方で与えられた役割はちゃんとやる方だと思うんですけど、外国人の方とか一緒にやっていたメンバーそうでない子もいたので、その子をやる気にさせたり、まあ、モチベーションを持ってもらうっていうところが難しかったです。あ、そうじゃなくてこう7人のメンバーで例えば交流会って具体的に例えばなんか どの例でもいいんですけど、ハロウィンならハロウィンのパーティーでもいいんだけど、はい、具体的にこうどんな準備してどんなことをしてその開催するのかみたいな、その流れをちょっと教えてもらっていい？はい、ハロウィンですと私たちは Facebook にこういうイベントをやりますっていうのが投稿できるんですけど、そこに投稿して、で私たちは、まあ、ハロウィンとか大きいイベントの時には参加者から、まあ、1ユーロ2ユーロいくらかお金をもらって、それで買い出しに行って買ってきてっていうことはやってました。あ、そうするとまず集める、はい、参加者を集めるってことと、あとはそうですね、プログラムの内容みたいなのもなんかあるんですか？そうですね、私たちは、まあ、結構ディスコみたいな感じだったり、できるだけ限り喋るっていう形だったので音楽を選んだりとか、あと会場を予約するのも外国人だけだったので結構難しくて、あとは参加者を呼んで会場を予約して、あと買い出し必要な備品とかをそれぞれ集めるっていうところも難しかったです。うん、その中でそのなんか外国人と一緒にやることの中で どういうところが具体的に難しかったんだろう？そうですね、やはりその会場だったり、まあ、予約も結構いろいろな手続きがあるんですけど、結構大雑把な子が多かったので、まあ、そこを中途半端のまま終えてしまって、その報告だったり連絡相談があんまりグループ内でできていないことが多かったので、そこの、まあ、みんなの
進捗状況をまとめて私からお願いする、またこういうこともやってねっていうところの手間暇がすごかったです。これ実際にこれやったことによって何かいいことってあったの？私としてのいいこととしては、まあ、フランス人と交流することができて友人もできたので、フランスに行ってからもいろんな手続きがあったんですけど、そこも手伝ってもらうことができ、また他の留学生もフランス人の友人ができたことで、まあ、そういう手続きが楽になったっていうお話だったり、困ったことがあれば相談できる友人がみんなできたっていうのが良かったところだと思います。これちょっともう一回確認なんだけどね、ちょっとその分からないんだけど、こう、はい、みんなで7人で集まってこう、はい、企画するイベントのその規模がちょっとイメージはできないんだけど、こう 20、30人の規模っていうと、はい、そのなんか自分たちが友達を声かければ集まっちゃったりするんじゃないかなと思うんだけど、そんなことはないの？はい、私たちのところでは本当に少人数でみんな同じグループで過ごしていることが多かったので、あまり外部に友達がいなかったので少し難しい状況ではありました。なんかちょっと大学のその僕はそのイベントのイメージが湧かないんだけど、はい、例えば大学のクラスって どういう感じになってるの？何聞いてるかっていうと、その、まあ、7人集まってったら友達とかってクラスメートとか1人が2人ぐらい連れてくればさ、まあ、2、30人になっちゃうじゃないですか。はい、そうじゃなくて、そのなんか人を集めるのが、そのどうしてそんなに難しいのかっていうのがよくわからないんだけど。はい、私たちの場合はまずできる限りフランス人を集めようっていうところで、まあ、少しそこが難しかったっていうところと、あと私たちのパーティーはお金をもらってやってるっていう部分があったので、あんまりその個人のパーティーでお金を払ったっていう文化みたいな部分があんまりないみたいで、そこであんまり参加者が募れなかったのではないかなって思います。あ、お金を集めてパーティーをして普通はしないんだ。そうですね、フランスだと結構ホームパーティーが主流になってるので、みんなでいろんなものを、まあ、チーズだったりパンだったりそれぞれ持ち寄ってパーティーするっていう形が普通なので、その文化がある分なんかお金を私たちに払ってそれをでパーティーやるっていうのはあんまり主流ではなかったと思います。じゃあそのフランス人の人たちからすると何のメリットで彼らはこのパーティーに参加したの？私たちが、まあ、発表していたっていうメリットとしては、まずフランス人同士の中でも結構留学生と交流したいみたいな方多かったんですけど、他の学部だとあんまり留学生がいない、交流する場所がないっていうところで交流できるっていうメリットが一番大きかったと思います。あ、そうすると向こうでもやっぱ外国人と交流したい人はいたんだ。そうですね、何人英語を学んでる子とか日本語学部とかもあったんで、そこに通ってる人たちは交流したいっていう形だったと思います。これそしたらあなたが最初にフランスに行ってフランス人と仲良くなりたいって言ってこのパーティーを企画してね、このパーティーがまあ成功させるために、僕が聞くんだけど、一番大変で一番自分なりに工夫して頑張ったなっていうところは何かしら？一番自分なりに工夫したのは、私が代表っていう形だったので、そのメンバーに、まあ、意欲的に動いてもらうっていう気配りみたいな心がけはしました。あ、それ具体的に どういうところが大変だったの？まあ、あんまり自分たちで動くメンバーで結構指示待ちの子が多かったので、まあ、自分たちで意欲的に動いてもらうために、まあ、あえて役職を与えたり、まあ、あえて目標を設けることで動いてもらうようにはしました。なんかその中で具体的に一番大変だった出来事とか細かく話できる？はい、一番大変だった出来事は、1回交流会で、料理を参加者に持ってきてもらう、お金プラス料理っていうところがあったんですけど、まあ、それで私たち運営メンバーもそれぞれ持ってこようねって話をしてたんですけど、なんか何人かがそんなに持ってこないで本当にお菓子を買って持ってくるみたいな程度の子が何人かいて、でそれだとどうなのみたいな話になり、その子にその国の代表としてお願いしてるからっていう話をしたり、あとは、そういうふうになんか役職、その国、中国代表の子には本当に中国代表っていう名前をつけて行ってもらったり、あとはメンバー同士の会議の前後で交流、なんか喋る時間を作って、そういうシリアスにならずに会話する時間を設けるようにしました。なるほどね。これ実際にこれでやって最後これやったことによって何かいいことありました？これをやったことによって、まずフランス人の友人ができたことと、あと寮内の雰囲気が結構良くなって、留学生が結構出たり入ったりする寮だったんですけど、そこの中でもこういうイベントをやってたことで新しい子が来た時にはもうその子もすんなり寮に馴染むことができ、また誰か行ってしまう際には、まあ、最後のパーティーとしてなんか送る会みたいなのも少し交えてやったりしたことで、そのイベントが活発な量になることはできました。なるほどね。ちょっと一回ここで切ってみようかな。はい。
これ今自分でやってみてどう？難しいです。何が難しい？具体的なエピソードがなんかパッてあんまり出てこなくて、これさ常に、そうだな、はい、俺聞いてて思うんですけど、はい、難しさが伝わらない今の。あ、なるほど。だってさ、普通にいいですよ、外国と日本の部分を分けたとしてですよ、はい、例えば、まあいいじゃないですか、最初フランスに行ったんだったらフランス人の友達作りたいなって、外国人のあれだからなかなか仲良くなれないんですよね、どうしてもフランス人と仲良くなる、はい、まあそこは分かったと。じゃあ現地の人を集めてパーティーをするときに何が大変なんだろうっていうことをさ、はい、まあ日本人である俺にさ、どうやったら伝わるかな。なるほど。だってさ、さっきもイミジも聞いてあげたようにね、はい、20人ぐらい集めるのってさ、7人いたら1人3人見つけてくれ、済む話っちゃ済む話じゃん。はい。じゃあそれがどうしてうまくいかないのかみたいなことってさ、俺はたまたま聞いたから、いや実はあの友達誰もいないんですみたいな、なんかそういうことの状況が出てくるんだけどさ、30人集めるって普通に考えたらそんな難しいとは思ってくれないんで、それがどうして難しいのかっていうのは質問されなくても答えないといけないの。あ、はい、そうだよね。だってこっちは簡単だと思って聞いてるケースがあるから、はい、じゃあ例えば人数を集めることが大変だったのはなぜだからっていうことは俺が質問しなくても答えないといけない、はい、あ、外国で30人集めるってすごくハードルが高いことなんだなっていうふうに相手に分からせないといけないよね。はい、ね、こういうのってさ、期待値のお互いの調整って、期待値調整って何でも行うことなんだけどさ、面接ってさ、何を面接官に分からすかっていうと、自分のやった行為がすごく難しくて大変なことだって分からすことじゃん。そうだよね、はい、大変なんだ、そりゃすげえな、頑張ったなっていうふうに思わせなきゃいけないわけでしょ、はい、そうするとどうしたら自分のやったことが難しいことなのか分からすっていうことができてないんだよ。なるほど。だって俺が普通になったよ、だって日本の中でだよ、はい、分かんないけど 2,30 人集めるって言ったらすげえなとは思ってくれないっすよね、はい、じゃあそうすると思ってくれないなと思って話さなきゃいけないってことなんだよ。花から 2,30 人集めることって難しくないよねっていうこと、はい、さっきのね、一人一人がやる気がなかったから係の中あなた中国代表ねっていうのはもう具体的な例だけど、何が大変なんだろうってことが伝わらないってことなんだよ。じゃあ冷静に考えてね、例えば、あ、フランス人を連れてくるのがまず大変だった、じゃあフランス人はなぜ集まらないのかあったんじゃない。フランス人がこの大変だった途中で聞いて分かったのはお金を取ったからと、はい、お金を 取らないでやるやり方もあったんでしょ。でもお金を取るやり方にした理由はなぜなの、はい、そこはやっぱりお金を取らないやり方だと結構、まあ、マンネリ化、本当にパンとチーズとワインっていう形のパーティーが多くて、そこで、まあ、できるだけ喋るっていう形のパーティーが多いんですけど、うん、私たちはまあ、それとは別でまたそういう国際交流ができるゲームをやったりとか、あと国の食べ物を食べれたりとか、少し違う形でやりたいと思ってたので、そこを考えるとやっぱりお金がある程度必要だったので、お金を取ったやり方で、その話をしないといけないよね。なるほど、はい。だからそういう時って普通はね、通常はフランスでパーティーをやるときにはね、みんなが自分の手持ちでチーズとかパン持ってやってきて、ただ喋るだけなんですと、はい、でもそれだと例えば意味がないから、私たちは例えば何かをゲームをしたいからゲームにお金がかかるとか、その参加した国の人たちが例えば今日は中国料理の日、今日は日本の料理の日ってことでやるから材料費もかかるから、だからお金を集めてパーティーをやりたかったんですって。あ、なるほどね。そしたら難しさが伝わるじゃん、はい、そうだよね。そうするとね、はい、今日の面接で一番いけないところは何かっていうと、自分で話を作ってってないんだよ。だから質問されたら答える、たまたま面接官が質問するスキルがなかったら何にも伝わらないっていうことが行われてて、素で勝負しようとした、はい、そうじゃなくて、面接っていうのはね、面接じゃなくても何でもそうなんだけど、プレゼンテーションって何でもそうなんだけど、はい、自分がすごいぞって見せるゲームだから、うん、そうすると自分が持ってる材料がフランスに行ったってことは、フランスで外国人の人と何か言ったことっていうのは結構テーマとしてはいいテーマなんだよね、はい、でもそれに対してなるほどそれはすごいなって言われるために必要なことは何だろうだよね。単純に集めましたってなんかすごいとは思えないんで、はい、そうすると何がすごいのかっていうポイントを作んなきゃいけないってことじゃん。あ、なるほど。ポイントは何なのって言ったら、いやそもそもで私たちは外国人ですから、フランス人と要するに交流できない、うん、だからフランス人をみんな呼びたいけどどうやって呼んでいいかわからないのが難易度。あ、フランス人を呼ぶのは大変なんだと、うん、で金を取った、
なぜなの？それは今フランスのパーティーっていうとチーズとパンとワインをみんなが持ち寄ってしゃべるだけだから、これだと別に、まあ、単なる、まあ、おしゃべり会ですよねと。で、私たちはそうじゃなくてこういうことがしたかった。せっかく集まるんでいろんな国の人がいるんだから、外国、要するに中国なら中国の料理を今日やる、だから材料費もかかるからお金を払ってもらう、それだけの価値があるってパーティーをしたかった。あ、なるほどね、じゃない。そういう自分がそのこのテーマに対して難しさを切っていかなきゃいけない。あ、なるほど。それが大変なんだと。あ、だからお金を集めることが、で人数を集めなきゃいけないっていうことで、なるほどね、それでどんな努力が大変だったのっていうことを伝えなきゃいけない。あなたがこれを主催者のリーダーとして大変だったことを伝えるのは何がポイントにするってことなの。要するに外国人が動きが悪かったことが問題なのか、その何が問題だっていうのに一番力点を置きたい。一番大変だったのはやっぱり、どっちなんだろう、どっちも大変だったんですけど、個人的にはそのフランス人を呼ぶ方が大変だったと思います。フランス人を呼ぶのが大変だった。はい。例えば最初にやろうとしたらなんでフランス人が来ないの。まずフランス人誰も友達いないんだ。そうですね、基本的には本当に寮内で固まってしまって、寮の中にはフランス人は一人もいませんと。そうですね、はい。授業に行ってもフランス人が9で日本人、まあ外国人が1だと、まあ、別に授業で交流する機会はないよね。そうですね、はい。そしたらフランス人にこうなんかそのパーティーに来ておるためでも、あなたたちがどういうふうに大変だったかってどうやって説明していく？まず状況として国際寮にいてフランス人がいなくて、うん、授業にはフランス人いたんですけど交流ができなかったっていうところを説明して、うん、で次に、フランス、交流会を開催したものの、まあ、フランスではあんまり主流ではないやり方でやったためフランス人の参加率があまりよく、それは最初からお金を取ってやろうとしたの？あ、最初は違います。最初は、お金取らないやり方でやってたんですけど、まあ、マンネリ化していてあんまり自分たちの強みを発揮できてないと考えたため、ごめんなさい、ほらそれだと何の具体的な事実も説明しないから最初に要するに普通のみんなと同じようなチーズとパン持ち寄りでやったんだよね。そしたらフランス人が集まらなかった、はい、なぜ？特徴とか強みが特になんか、なんかいい点があんまりなかったため。そういうパーティーって結構いっぱいあったの？みんなしょっちゅうやってます。だったらそう言わないといけないじゃん。あ、なるほど。私たちもやろうと思ってやったんだけど、フランス人同士でねパンとチーズの持ち寄りのパーティーっていっぱいあるから、別に外国人とそれで話そうなんて思わないから誰も来ないんですよね。が最初のステップじゃん。で、はい、どうしたの？その後、まあ、自分たちで、自分たちの強み、国際的な部分を強みとして出すために、まあ、お金を集めて、そういうなんか中国の日っていう、まあ、テーマを決めたイベントを、テーマを決めて中国の日、はい、日本の日とかってやろうと思って、はい、じゃあ最初のじゃあイベントを打ちました。最初は何の日でやったの？最初やったのは、日本でやり、私でやりました。日本の日でやって、はい、それ成果は具体的にどんなパーティーやったの？具体的には、のり巻き、巻く、のり巻きね、はい、はい、のり巻き、手巻き寿司を作るのね。そうです、はい、それをやりました。はい、やったんですけど、私が最初にやったのであんまり知名度とかも高くなくて、その時は声をかける式でやってたのでそんなに人が集まらず、みんなでこういうパーティーやるんだけどって声かけたけど集まらなかった、はい、それは知名度がないってどういう意味？知名度がないっていうのは本当に私たちは外国人のグループであんまりフランス人の友人いなかったので、いなかったから声かけても、はい、ふーんで済まされて、せっかく一生懸命準備したから誰も来なかった、これセカンドステップね、はい、それで次どうしたの？次が、中国の日だったんですけど、うん、まあ、これで反省、すごく反省したので、その後は Facebook を結構フランス人が見てイベントを選んでるっていうことを私たちが知ったので、うん、Facebook にこういうイベントをやりますっていうのを載せて、うん、まあ、結果、まあ、何人かは、まあ、本当に何人か10人ぐらい集まったんですけど、うん、まあ、それでもなんか、そこだけで、それ3段目だな。はい、で Facebook を使ったら10人は集まった、はい、ところが何がダメだったの？今回はでもやっぱり Facebook 上でも本当に信頼できない人のイベントとかあんまり行く人いないと思うので、うん、そこがダメだったんだろうなと思って、最後はもう本当に来てくれたフランス人と結構連絡先交換してたので、次こういうのやるからみんなに宣伝してくれるっていうことと、あと Facebook に載せるっていう2つの手法を取って最終的には30人まで増やすことができたって形です。そしたらそうや
って説明するんだな。なるほど。じゃないと分かんないじゃん。はい。そうするとね、一番最初にやった時っていうのは私たちは国際医療だけだったからフランス人の友達がいないし、じゃあみんなフランスでやってるような、はい、あの自分たちでチーズとパンとワイン持ってやろうねって言ったら、こんなの当たり前すぎて、なんで外国人がやるパーティーに行かなきゃいけないって誰も来ませんでした、はい、これまずいよねって言って、じゃあ特色をつけようっていうことで、じゃあいろんな国の人がいるんだから日本人中国人、じゃあ要するに日本人の日本の料理を紹介しようってことで手巻き寿司をやったんです。でも、はい、私たち友達がいなかったから、これもうほんと数人しか来てこれなくて、あこう、そしたら次は宣伝の方法だなって気づいて、どうもフランス人はフェイスブックを見るってことがあったら、フェイスブックに載せましたと。したら少し増えたんだけど、10人ぐらいで、フェイスブックだけじゃなくて、そうだ、来てもらった外国人、フランス人の人に友達も呼んでねっていうのと、フェイスブックも使って、次は中国の日、万全の形でやって、30人集めることができました。あ、なるほど、頑張ったねって分かるじゃん。そうやって話したんだけど、はい。そうするとね、じゃあ僕がさ、これも、一番ね、今遠藤さんのいけないところはさ、質問を待っちゃってるよね、はい、待って、はい、俺が聞いた言葉の通りで答えていくから、話が先に進んで深掘りにならないんだよ。これどういうゲームかっていうとさ、コミュニケーションってそうなんだけど、例えばさ、そうだな、遠藤さんにじゃあ俺に質問してくれればいいんだよ。はい、そうだな、具体的にどんな風にしてイベントを始めたんですかっていうふうに、じゃあ俺に質問してみ、はい、具体的にどんな風にイベントを始めたんですか。私たちはあのフランス人の人と仲良くなりたかったんですけど、クラスは9対1で現地人の人、まあ、9割がフランス人、1割が我々みたいなインターナショナルの人で、我々は私たちはインターナショナルの寮にいたからフランス人とお友達になれなかったんですよね、うん、それでパーティーをしようと思ったんですよ。ふーんと思っちゃう、うん、そのくらい説明しなきゃいけないってことなの。あ、なるほど。あ、そういう状況かと、はい、そしたら次多分面接かな、どんなパーティーしたのって聞くよねきっと、はい、じゃあ例えば聞いてみて、はい、どんなパーティーしたんですか。それでね、最初はあのフランスっていうとですね、大体パンとチーズとワインを持ち寄ってやるっていうのが普通だったんですよね。で、私たちも、はい、あ、そうやってやればいいんだっていう習ったから、それでやったんですけど、はい、誰も集まらなくて、なぜかっていうとフランス人がそんな当たり前で、なんでね、外国人の人のパーティーに行かなきゃいけないのって感じで、あ、これじゃダメなんだなって思ったんで、私たちは次のタイミングは、あ、特色を出そうってことで、せっかくいろんな国の人がいるんだから、よし、日本の食事を出そう。だから、お金を取ってやるっていう新しいスタイルを挑戦したんですよね。ここまで振るんだよ。で、それどうなったのと聞きたくなるじゃん。いや、うん、ダメだったんですよ。まずお金を出すっていう習慣があんまりなかったのと、我々宣伝の仕方があんまりよく分かってなかったんで、やっぱり頭んなかったんですね。で、それで今回反省をもとに、Facebook をどうもフランス人が使うって事実が分かったんで、Facebook に載せてみようっていうことでやってみたんですよ。うん、で、どうしたの？で、どうしたのって聞きたくなるじゃない。はい、だからこれリードって呼んでるんですけど、リードって自分がリードを切っていくっていう概念なんだけど、面接のやり取りってね、質問したことだけに答えるんじゃダメなんだよ。なるほど。だって、で、どうしたの、こうです、それで終わっちゃうじゃん。はい、そうだよね。それで終わっちゃうとどんな質問されるか分かんないよね。うーん、そうですね。で、自分がやってここまで話したら質問の内容って限定されるんだよ。はい、そりゃそうだよね。いや、最初はこうで、ね、実際にあの日本人の手巻き寿司パーティーやったんですけど、全然集まんなかったんですよね。で、次聞きたくなるじゃん。はい、で、そこまで話したら、ふーん。で、君日本に戻ってどうなった、そんな質問するわけないんだよ。え、で、そう、うまくいかなくて次どうしたのって、こうこうこうでこうなったんです。へえ、じゃあ次どうしたのって、自分が予想できる質問が出るまでリードって話していかなきゃいけない。これが喋る技量なんだよ。はい、そうするとね、俺これね、ガクチカも間違えてると思うんだよ。なるほど。わかる？はい、これね、の要するに異国人の人と仕事をするのが難しいっていうのは一つのネタにはなるんだよ、はい、そうするとじゃあ具体的にその例えば外国人を動かすことの大変さって何って質問が絶対出るじゃん。うん、そうだよね、はい、その時ってさっきの答えだったら納得しないよ面接官が。うん、なるほど。だからやる気がないから、あの要するにあなたはね国の代表だっていうふうにしたんですよとか、役割を持ってもらいましたっていう話になるよね。で、はい、何の役割持ってもらったのって質問ないじゃない。で、何の役割持ってもらったのって言ったら出てくる質問が、いや、買い物とかちゃんとしてくんないですよ、それ役割でも何でもねえじゃんみたいな話になっちゃうじゃん。なるほど、はい。そうでしょ。そうすると、そのネタは振らない方がいいんだよ。なるほど。だって、役割って言ったら、ちゃんとした役割で何かをしなきゃいけないことをできなかったから、私がもっとこうこうこうしてさせて、だったら今みたいな4ステップのね、集めることの集め方が難しかったんだよっていう風な話にしないと、わからないじゃん。なるほど、はい。だからそれが
そうするとあなたがなんか自分が決めた目的を達成するためには PDCA を回しながらちゃんと実現できる子なんだなって伝わる方がいいでしょう、うん、はい、それがその面接っていうものの持ってき方なんだよ。あ、なるほど。そうやって2つのポイントを今日言ってて、1つはね、面接官が質問をしたそのことだけ答えたんじゃダメなんだよ、はい、そうするとどんな質問が次に出るかもう予想がつかない、はい、予想がつかないし、次の話に、面接官ってさ、つまんねえなと思ったら、うん、もうこの話は掘らないんだよ。ああ、なるほど。そうだよね。面白そうだなと思って、うん、で、どうした？で、どうした？へえ、そうなんだってなるのがいい面接なんだ、うん。で、あのくらいで切られちゃったら、なんかこの話ってなんか聞いてもしょうがねえんじゃないかなって思うわけだよ。そうすると、ああ、じゃあまあ、じゃあフランスの話はもういいやって、ところでじゃあ日本ではどんなことしてたのみたいに振られた瞬間に、その話は全く受けなかったってことなんだよ。はい。そうだよね。そうするとこのフランスのこのせっかく留学という面白いネタを使っていながら、そこが相手に深掘りされないってみんななんか誤解してんだけど、深掘りされないっていうのは最低なんだよね、これ。なるほど。質問もされないってことはさ、最悪の展開なんだ、これ、はい、相手が喋ってふーんふーん、あ、なんか質問して答えて質問して答えて、なんかとなくなってるななんて、この最低の面接で、この場合確実に落ちるんだよ、はい、そうなんですね。つまんないもん。だってなるほど、それだと面白くないじゃん。はい。あ、なるほど、そうなんだ、この子面白いな、ほう、そうなんだ、なるほど、努力したんだな、そうか、そうか、ほう、こういうタイプの子だなっていう全体のイメージが湧いてきて、この子だったら取ってもいいかな、そういう風になってくるのが面接っていうものなんだよ。なるほど。だから最初面接始めた時点とやってる途中とで印象が何も変わらないっていうのは、これ最悪の面接なんだよ。はい、やってる時間の無駄なんだよ、お互いが。だからそうじゃなくて、相手にインパクトを与えていくってことじゃん。おお、この子こういう面白さがあるんだ、なるほど、いいね、いいね。ってことは、はい、質問に対して、で、どうしたの？で、どうしたの？って聞かれないっていうのはね、これものすごい受けてないと思った方がいいんだよ。なるほど、わかりました。全く受けてねえんだなって思った方がいいんだよ。普通は、はい、で、どうした？へえ、あ、どうしたの？だって物語って次聞きたいじゃん。はい。聞きたぐらい、あなたたちが引っ張らなきゃ。なるほど。これが基本的な考え方。コミュニケーションって何でもそうなんだよ。うん、ある程度喋んないとダメ。でも喋りすぎたら飽きられちゃうし、でも面接官はだって すごく複雑な質問しない。あなたはフランスで自ら立ち上げた留学生の現地交流会の企画運営なんですけど、具体的に企画運営ってどんなこと、まあこんな長くは聞かない、企画運営ってどんなことなの、大体これが質問だよね。そうすると、はい、あの実際にパーティーをしたんです、じゃあダメなんで、あ、パーティーなので、パーティーしたんですってだけだったら、なんだか分かんないし、あ、パーティーなのねって言ったら、そこに興味持たなかった瞬間、この質問なくなっちゃうかもしれない。でも、そうすると、企画交流って何？あ、パーティーですって短な答えじゃなくて、あ、相手が興味をそるのに、いや、せっかくフランスに行ってね、実は9対1でフランス人が多いから、私たちフランス人と仲良くなりたいんで、どうしてもフランス人と仲良くなるためにそのパーティーがしたかったんです、とかね。そうやって次の質問につながる、質問につながるってことが重要な。なるほど、わかりました。そうやってやっていく。そうやって、で、今のも論理的に説明すると、だって1回目はこうだった、2回目はこうだった、3回目はこうだった、4回目それでうまくいったって話じゃない。そのストーリーな、はい、なるほど。それを作っていく。じゃあそのストーリーでいくんなら、学士課の書き方も俺はこうじゃないと思うな。なるほど、はい。これだとせっかくフランスで外国人を巻き込んだって話のいいネタの部分のいいところを使ってないんだよ。外国人を巻き込んだっていう部分の話をするんだとするとね、こう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 のやる気のない子たちをこんな風に一生懸命やって、やっと彼らも真面目にやるようになりました、めでたしめでたしって話しなきゃダメ。なるほど。具体的にね、これとこれをこう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 やってくれて何もしてくれなくて、じゃあそんなじゃダメだからこうこうこうでやりましょうって、何度も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 働くけど、やっと彼らはこのようになりましたみたいな、なんかそういう話じゃないとさ、おお、なるほどねってなりにくいじゃないですか、はい。まあそういう風なものを伝えるって結構難しいよね。外国人をね巻き込む話って結構、だってそもそもさ、打ち合わせしましょうって言って打ち合わせに来ない、はい、だからそういうとこってさ、なんかこう、なんか説明してもどうしようもなくない。いや、そもそも来ないんですよ、はい、で、どうしたのって、来てくれって言ったんですよねって、ふーんでしかないよね、はい、いや大変だと思いますよ。でも そのレベルの話されても困るじゃない。そうですね。そうだろ、そもそも来ないんですよと、まあ俺も留学してから分かりますよ、はい。7時のパーティーって言ってさ、フランス人が集まるの10時ですからね、はい、来るのアジア人だけみたいなね。
でしょ、時間の通りにパーティーに行くのってさ、韓国人と日本人が7時に行って、あと誰も延々と来なくてさ、10時になってやって現地のやつが来るみたいなさ、そういうパーティー山ほどあるよね。だからなんかそれをなんだろう、大変なんですって説明してもさ、いや意味がないじゃん。だったら今のね、こうやってステップを踏んで、そもそも集めるのが大変で、次がなんとかでって、さっきの4ステップをちゃんとじゃあ聞いたら話できるんだから、そういうふうに作った方がいいと思うんだけどな。わ、はい、かりました、そっちにします。そうした方がいいよね。はい、そしたらですね、今日は早稲田大学の遠藤さんに来ていただいて、まあ、学知課を書いていただいたことをもとにですね、面接をさせていただいたんですけど、一つその大変さを相手に伝えるときにっていうのはどうすればいいのかってことと、自分がある程度話さないと相手に次の質問がこう出てきにくいってことをご理解いただければいいと思うんですね。だからある程度ちゃんと話してリードを切っていくって僕は呼んでるんですけど、要するに自分が主人公になってこのストーリーを作っていく、そういう形になっていかないといけないってことをですね、遠藤さんご理解いただければと思います。ぜひ本当の面接の時も使っていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。